カマラサウルス。カマラサウルスは、ジュラ紀後期、約1億5、500万約1億4、500万年前に、北アメリカ大陸で最も栄えていた、装飾の竜脚類恐竜の一種。学名は、空洞を持つ、トカゲのイ、全長9から18メートル、推定体重20トンに達するが、同時期の竜脚類としてはそれほど大きくはなく、 それが大きく反映した理由と考えられる。頭骨は非常に特徴的で頭部は比較的大きく著しい正方形であり、平坦な鼻先には多くの穴があった。かなり丈夫であり、しばしば状態の良い化石が発見される。目の正面に配置された巨大な鼻孔はおそらく大きな新純性の膜を持ち、ジュラギの高温の気候で脳を冷やす働きを。 していたのだろうと考えられている。口には長さ19センチメートルのヘラ状の丈夫な歯が顎に沿って均等に配置されていた。歯の強さはカマラサウルスが細く脆い歯をしたディプロドクスより洗い、植物を食べたことをす。鳥のように胃での物理的な食物消化を助けるための石、遺跡を飲み込んでおり、その石が滑らかになって役に立たなくなると吐き出すか。 排泄していたようである。この説を指示するように、カマラサウルスの発見される、モリソン類層ではしばしば表面が非常に滑らかな、石の山が孤立して多数発見されている。それぞれの巨大な足には5本の指があり、内側の指には防御のための大きく鋭い鍵爪を持っていた。ほとんどの竜脚類と同様に前足は、 孔子より短かったが、肩の高さはほぼ水平でやや後部に傾斜していた。いくつかの竜脚類には強力な筋肉の付着部となる、比較的長い棘突起が、各脊椎骨にあるが、カマラサウルスには、これがなく、孔子のみで立ち上がることは、不可能だったようである。脊椎骨は、後に登場した多くの竜脚類でも見られた、軽量化装置としての空法が多くあるなど、特化しており、ここから、 空洞を持つトカゲという学名が付けられている。原生の像のように体の重い生物に特有のかかとの付け根にあるくさび状の海面状組織を持っていた。このサイズの竜脚類としては首とそれに釣り合う尾は比較的短かった。他の竜脚類のように骨盤の近くで脊椎が肥大化していた。そのためかつては古生物学者により巨大な体を 制御するために必要な二番目の脳であると信じられていた。現代の見解では脳ではなく大きい神経の活動領域であったとされている。この肥大化した神経はこの恐竜の箱のような頭蓋骨内に存在する著しく小さな脳より大きい。大人と若い個体が一緒に死んでいる化石が発見されており群れで移動していたことが示唆される。 また他の恐竜のような巣に並んだ形ではなく、列になった卵の発見記録がある。カマラサウルスは子育てをしなかったと考えられている。寿命については、100年まで生きた可能性を指摘する、古生物学者もいる。最初の発見記録は1877年で、オーアメル、W ・ルーカスにより数個のバラバラの脊椎骨がコロラド州で発見された。古生物学者、 エドワード・ドリンカー・コープは、オスニエル・チャールズ・マーシュとの長い辛辣な競争を、化石戦争として知られるの最中にこの断片的な化石を購入し、同年命名記載を行った。1925年、初めて完全な骨格が、チャールズ・ W ・ギルモアに復元された。しかしこの骨格は、若い個体のものであり、そのため今日知られているものより、 はるかに小さな恐竜として描かれた。ロッキー山脈の東側面に沿ったモリソン・ルイー層ではジュラキ皇妃の岩石が豊富に出土する。ここでは非常に多くの恐れ粒子が発見される。その中にはカマラサウルスに近縁のディプロドクス、アパトサウルスおよびブラキオサウルスも含まれる。しかしすべての恐竜の中でカマラサウルスが最も多くコロラド州。 ニューメキシコ州、ユタ州、およびワイオミング州で完全な骨格が発見されている。コープの発見したオリジナルの種がシー・サプリーマス。種庄妙の意味は最も大きなである。このほか同じ1877年にシー・グランディス、1889年にシー・レンタス、アンド1988年にシールイシー、もともとは カテトサウルスキャサタソリスが発見されている。輪廻式の分類は、蒸気の分類表を、参照分岐分類学的には、下記のように分類される。カマラサウルス科には、カマラサウルスとスペインのアラゴサウルスが含まれる。かつては、エウヘロプスなど四角い頭骨と短い首を持つ、いくつかの竜脚類がここに分類されたが今日では、他に分類されている。 アパートサウルス、化石の発見、命名の経緯から、ブロントサウルスの名でも知られるは当初は、頭骨が発見されていなかったため、カマラサウルスの頭骨を参考した復元がなされていた。現在では完全な化石の発見によりアパートサウルスは、ディプロドクスに似た頭骨を持つ姿で復元されている。日本でも発売された恐竜が、モチーフのローボット、プレオ、プレオは、 このカマラサウルスの生後1週間ほどの子からだという設定である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。